はい、皆さんこんにちは、ワナレルフジです。今回は信長の野望創造戦国立志伝の、将軍家徳川秀忠討伐物語、続きをやっていきたいと思います。前回ですね、ついに駿府城、駿府館を失陥し、さらに吉田城に大軍が攻め寄せてきているという中、遺憾ながら吉田城を放棄するという決断をしたというところまでお届けをしました。今回はその続きになります。現在ですね、浜松城、吉田城に対して、敵の軍勢が攻め寄せてきているものの、まず吉田城に関してはもう放棄で、浜松城で敵の大軍を迎え撃つというところで、プレイの方をしていきたいと思います。報告します、報告します。で、敵の軍勢11400、松平康重隊が来てますので、これをまず浜松城で確実に撃退していきたいと思います。やれ。腕が鳴るぜ。行くぞ。浜松城は城門は2つです。かかれ。全てを込める。承知した。受けてみろ。臆することなく戦い抜くのだ。さあ、ここで奥義を使って確実に敵を混乱させた上で仕留めに行きましょう。逃げるな、今のうちだ。承知した。決める。逃げるな、今のうちですよ。壊滅させましょう。我らが負けるなどありえぬ。王位一斉の効果が切れたので、城門の中へと戻りましょう。敵が我が領内に向かっております。まずいな、思ったより敵の追撃が激しい。まずい。うはやれやれ、引くぞ。どこに入ってくるかですね。あそこでモグラ使って、そこか。とりあえず城門に行きましょう。確実に破壊してくるね。城門が破壊されました。まあ、ただ安重隊は撃破できそうですね。問題はこの次来る1万7000の軍勢が。承知した。受けてみろ。退却する。めちゃくちゃ来るな。いやー、これはしのぎきれないぞ。掛川城まで引くという選択肢はないから、ここで迎え撃つしかないな。出るとするか。隊を2つに分けました。城門2つあるので、4000、約4000に軍勢を分けて城門を守りましょう。承知しました。承知した。我に続け、我に続け。ちょっとでも減らせるっていう意味ではこっち側まで進出するか。かしこまりました。我らの攻め変えてみせよ。と
りあえずこの1万7000の軍勢を押し返せればまた和解のチャンスが来るはずなので。かしこまりました。突破されたらもう退却する。城門が破壊されました。せめてあそこの城門が突破されるところまでに軍勢の数8000ぐらいまで減らしておきたいですね。形勢の逆転可能なはずだ。よし、引きましょう。任せておけ。承知しました。城門が破壊されました。かかれ。勝負と行こうか。任せておけ。承知しました。軍勢の数はもとに戻したぞ。これでなんとか浜松城は今回の合戦でも落城はなさそうですね。吉田城を失って立て続けに浜松まで失うわけにいかないですから。これでさらに敵の増援が来るとまずいけど、今のところ増援の気配はないですからね。任せておけ。むしろここで何か敵を打ち取りたいぐらいですからね。勝負と行こうか。捕獲なりできてれば。敵将捕らえたり。投用できないなら殺すしかない。急いで城の修復をしないとな。この状態で敵の増援が来たら。報告します。間違いなく滅びます。朝廷外交の状況は81でしたね。まだもうちょっとかかるな。2ヶ月ぐらいはかかるかな。表彰を始めます。先月の収支です。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。
よし、これで朝廷外交ができたので しばらくは城の修復に専念できますね。で、城の数が減ってしまったので、もうここは思い切って城を建てていきましょう。御用を受けたまわります。ありがとうございました。表彰を始めます。先月の終始です。表彰を始めます。出城大量に出て、そんなイメージですね。御用を受けたまわります。ありがとうございました。城さえ立ってくれれば、まあ城の数を4に戻せますからね。まあ、同じ価値の4かと言われると先月の同じ価値の4ではないけれども、御用を受けたまわります。ありがとうございました。表情を始めます。先月の終始です。かなり痛いですね。御用を受けたまわります。ありがとうございました。表情を始めます、ね、先月の終始です。要でしたからね。ご命令を。先月の終始です。報告します。ご命令を。先月の終始です。報告します。ご命令を。先月の終始です。報告します。
は何としても耐えましょう。御用を受けたまわります。耐えて犯行の機会を伺いましょう。ありがとうございました。表情を始めます。先月の収支です。よし、まず縄文の回収が終わった。天守の回収も1段階目が終わったので、この調子でご命令を先月の収支で石垣まで一気に行きましょうか。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。で、石垣までしたら今度は櫓を建てていきましょう。ご命令を先月の収支です。報告します。敵が我が城内に向かっております。このタイミングで11700、どっから来るんだ。表情を始めます。先月の収支です。姿門までは上げてますね。我に続け。承知した。その国もらった。縄文が溶かされ始めたので中に撤退する準備をしておきましょう。行くぞ。ここ攻め見切れますか。縄文が破壊されました。行くぞ。すぐね、この関門城の修復に取り掛からないと。とはいえ、あっという間に本丸まで追い詰められますね。
承知した。敵が城内に侵入しました。やぐらをもうちょっと強化しといた方がいいかな。そしたら続け。任せておけ。かかれ。本丸決戦になりますね。本丸まで侵入を許すことになりそうだ。承知した。行くぞ。敵が城内に侵入しました。決める。なんか勝手にはまってくれてるな。こっち全然減ってないけど敵だけ一方的に減ってる。これはありがたいな。退却する。しなんとか加茂城を盛り切ったぞ。表彰を始めます。先月の収支です。で朝礼外交は済んでるんで、やっぱり取引で鉄と米ですね。ご用を承ります。をきっちり確保しておきましょう。備蓄しておきましょう。ありがとうございました。城一つまともにでかいのを建てようとするだけでも結構な鉄が必要なんですけど、今回2つ一気にね、それをやろうとしてますからね、鉄が全然足りてこない。ご命令を先月の収支です。報告します。御用を受けたまわります。あとは長期の籠城戦にも耐えられるように。御用を受けたまわります。米もありがとうございました。ないな。ご命令を先月の収支です。報告します。石垣がまだできてないか。石垣をじゃあ先に建てましょう。で石垣の後は出丸はまあ馬出しぐらいは作っといた方がいいかな。いざっていう時にね包囲されてしまう可能性もあるので。鉄がないな本当に。ちょっと鉄を買っていきましょう。表彰を始めます。先月の収支です。と寝室で何かあるかっていう話だな。ここは馬だしな。やっぱりないんで金で買っていくしかないですね。御用を承ります。ありがとうございました。
表彰を始めます。先月の収支です。よし、ここに来て鉄不足に陥ってきたな。であれば、ここで改めて建設系を入れていきましょう。またここに来てね、町づくりを一からやらなきゃいけなくなってますけど、少なくとも滅びの道をまっしぐらになるのはごめんですからね。御用を承ります。ありがとうございました。ご命令を先月の収支です。吉田城駿府館を完全に接収してるな。もう今更どうこうできる状態ではないので、今ある城を守る、で観光の機会を伺いましょう。城の構え自体は鴨城もだいぶ立派にはなってきたはずですね。連立天守の石垣。表彰を始めます。先月の収支です。報告します。で、かつクルワも作ってるからね。御用を受けたまわります。ありがとうございました。鉄を金でどん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 買っていくしかないですね。ここまで強化した城が表情を始めます。あっけなく落とされたりするとショックだよな。御用を受けたまわります。ありがとうございました。表彰を始めます。先月の収支です。御用を受けたまわります。ありがとうございました。で、城の防備を万全に固めたら、人口を増やすために武家町と水田ですね、どん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 作っていきましょう。先月の収支です。報告します。御用を受けたまわります。ありがとうございました。島津もどんどん来てるな。尾張と島津がもう国境を接しようとしてますね。この感じだと表彰を始めます。先月の収支です。御用を受けたまわります。ありがとうございました。
表情を始めます。先月の終始です。御用を受けたまわります。ありがとうございました。金もどん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 金もなくなってきてるな。ご命令を。先月の収支です。報告します。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。さあ、これで完全に城は回収し終わったかな。八代山城の方は民中が66、練度が41か。耐久はそこそこになりましたけど、やっぱり人口を増やすために建設系をガシガシ入れていかないとダメですね。表情を始めます。先月の収支です。よし、やっとこれで余裕が出てきたので再び外交に乗り出しましょう。とはいえ外交できる先もないしな。あそこで連合から離脱しなかったら、尾張松平と尾張徳川は争ったか。今もう伊達と断絶状態になってますけど、あそこで伊達から離脱しなかったら和解があそこでできませんでしたからね、前回。いやー、これもう終わりなんだろう、天下は。ご命令を。先月の終始です。報告します。そしたら鴨城の方を強化していきましょう。鴨城の方がね、なんか狙われた感じですからね、前回は。ご命令を。先月の終始です。報告します。もう全て徳川の訪問で日本地図が埋まりそうですね。唯一島津と伊達ぐらいかな、まだ抗える可能性があるのは。表情を始めます。先月の終始です。
表情を始めます。先月の終始です。まあ、不気味にも今攻めてこないですからね、将軍家が。表情を始めます。先月の終始です。まあ、守りは万全に今固めていってるので、簡単にはね攻めてこれない状況を作り出したつもりではあるんですけどね。確かに。表情を始めます。先月の終始です。報告します。もう築城したりするその財政的な余裕もなくなってきてるので、次どっかの城が落とされると本当にガガガガガッと滅びの道を転がり落ちそうな。ご命令を先月の終始です。報告します。まだ抗ってる。手が徳川に攻められてますね。ご命令を先月の終始です。報告します。表情を始めます。先月の終始です。というわけでですね、まあ、吉田城を失ったものの、八代山城、さらに鴨城を築城して、4つの城の体制に戻しました。まあ、その戦力的に戻ったかというと、ちょっとね、やっぱり駿府館、吉田城の防御力という兵数に比べるとだいぶ脆弱がありますが、またね、抗います、戦います、頑張ります。というわけで、次回もね、この続きプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。